スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。いやー、ほんと先週はすごかったですね。先々週のこの、下落の流れをまあ受けてというかね、週明けからまさかこんな値動きになるとはというところでした。ただ一個ね、選手の予想は大きく外れてるんですけども、やっぱりね、ここのサポートでは止まってるんですね。一応まあいくつかあるとこ突き抜けても、どこかではやっぱりターゲットみたいなところがあるのかなということは思いました。はい、そして、長い下ヒゲを出して、まあ、翌日ね、この長い上ヒゲどうなるんだというところで、また次々上に上がっていってるんですよね。まあ、これもちょっと予想外で、そうですね、金曜日なんかは、利益確定の売りに押されて、もうちょっと下がるかなと思ったんですけども、ちょっとショート入れたりしてたんですけどね、ここで。まあ、一応下がったのは下がったんですけど、またここでね、タッチした後上に上がってということで。どうですかね。さすがに、戻しも早すぎるんでね。まあ、122.6 ぐらいまであってもおかしくないかなと思いますけどね。ただまあ、来週ちょっと米雇用統計などあるので、どうかなというところで、もう今のこういった混乱の状況でね、予想するのはちょっとなかなか難しいですね。で、まあ、ここまで下げた理由なんですけども、まあ、売り仕掛けでしょうね。はい。で、まあ、この後ちょっとまあ、違う通貨ペアをご覧いただくんですけども、まあ、ユーロ円に関してはちょっと今回あまり触れずにいきます。まあ、ユーロ、ドルとね、米ドル、円で組み合わせたものなので、そこまで大きく動いてません。で、まあ、ポンド円はね、ちょっと米ドル円に引きずられる形で、大きく下がったりとかもしましたけども、このあたりはちょっとよくわからない動きをしているので、どうなんですかね、といったところです。はい、で、まあ、本題というかね、次気になるのはユーロドルですね。米ドル円に関してはね、よくもう日本人はやっぱりロングポジション、ロンガーが多いので、そこを狙いに来たのかなと。で、売り崩したのかなっていう考えできるんですけど、ユーロドルでね、まさかこんな動きするとはということで、なんかこれがほんとピンとこなかったんですよね。中国不安動向で、ドルが売られてユーロが買われるっていうところが、ちょっとピンとこなくて、こっちもショートを入れて、損失出してしまったんですけども、そしてこの後ですね、また、全戻し。ユーロお得意なんですけどね、全戻しっていうのは。で、まあ、ここら辺りでまたちょっとね、戻るかなというところなんですけども、1.11 の方が近いかもしれないですね、といったところですね。普通ね、こうガッといった後はまた、一旦戻してもですね、みんな不安があるので、もしかするとまた急に上がるんじゃないかって。米ドル円に関しても、もしかすると、また暴落するんじゃないかっていう不安があるんで、そこを一回は狙いに来るんですけど、狙いに来ないんですよね。ちょっとそこが、なかなか難しいなというところです。そして、ポンドドルですね。こちら私、ロングのポジション持ってるんですけども、ここ一回タッチして、もう一回タッチしたぐらいでロング持ったんですけども、なかなか戻りが弱くって、あれっていうところなんですけどね。これ 1.5 に目指しに行っちゃうと、逆差しね、ヒットしちゃうんで、なんとか希望的観測も込めて、なだらかに上に戻っていってほしいなというところなんですけども、どうでしょうか。はい。で、来週の重要指標ですね。欧州。中央銀行の政策金利発表がありますので、その時刻、ユーロの値動きにご注意ください。そして月に一度の、FX トレーダーにとってお祭りのような、米雇用統計も予定されております。米ドル円ほか、いろいろ大きく動きますので、ご注意ください。まあ、こういった指標発表に関しましては、こちらの検索キーワードで検索していただきますと、私のブログが何番目かに出てくるかと思いますので参考にしてみてください。そしてですね、私のこちらの著書の3章の75ページでも書きましたけども、政策金利発表時は、もし、まあ、多分今回据え置きだと思うんですけどね、据え置きの場合、動かなくてもですね、その後の要人発言、記者会見で、大きく動く可能性がありますので、発表時刻を過ぎても安心しないようにご注意ください。で、来週の戦略、
はい、ベイドレーン、まあ週の初め弱気と見たいんですけども、とりあえず 122.600 まで上値を伸ばす可能性もと、あ、伸ばす目指してるとこ、おかしくなってますね。ごめんなさい。伸ばす可能性もということで、ユーロ円はやや弱気、A ポンド円は中立からやや強気ということで、まあちょっと、ここは本当にわからないですね。ユーロドルは収支はやや弱気で、まあ 1.11 まであるかなとは見ています。で、A ポンドドルは、はい、ポジションありということで、希望的観測空いています。はい。まあ、そしてまあ、波乱含み、中国動向、再燃、そして米雇用統計と、難しいですね、来週も。はい、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。私のブログはこちらの2つありますので、よければこちら2つの、検索キーワードで検索してみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。